青コーナーよりジュニアのカリスマ金本浩二入場。さあ、ジュニアのカリスマ金本浩二が大歓声を背に堂々の入場であります。赤コーナーよりエボスさん入場。さあ、コテコテのエンターテイナー、陽気な男の入場であります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ金本浩二。赤コーナー167センチ98キロエボスさん。レフリーレッドシューズ運動。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。おなじみのポーズです。このポーズです、おなじみのポーズです。おっと、逆に捉えた、円陣切り、ロックアップ。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。組み合います、投げてまいります。エルボー、蹴ってまいります、張ります、掴んだ、逆に返します、鉄拳を見舞います。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、そうだったんですか。張ってまいります、足を取ります。ドラゴンスクリュー、ローリングしたらセンター。ジュニアのスターからカリスマへと変貌を遂げました、この金本浩二。長期間にわたり IWGP ジュニアのタイトルを保持し、まさに名勝負製造機とも言うべき活躍を見せたこの男が、今宵もその華麗な試合運びで我々を魅了していくのでありましょうか。キックで返します、ナックルを打ち込んでまいります、掴みます、させません、グーパンチです、グーを打ち込みます、鎌首もたげた。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、腕をフックします、ブレンバスターでぶん投げます、ハイキック側頭部、ローを打ち込みます、アンクルホールドで固めてまいります、ロープにブレイクしました、
掴んだ。エルボーを落としてまいります。打ち込んでまいります。キックで返します。抱えます。背骨を狙ってまいります。ローリングセンター。いけるか。逆に返した。あとデンジャラスなパンチ。ピンポイント膝。ムーンサルトプラス。カウント3つは奪えない。ガジェット組み合った。あと切り返した。抱かれました。キック蹴っていった。あとグーパンチ。グーの鉄拳制裁。組み合った。あと逆に返した。今フォローに入りましたよ。はい、ブロック状態か。ものすごいグーだ。あとグーパンチ。ここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。あとデンジャラスなパンチ。グーの鉄拳制裁。掴んだ。すごい音がした。蹴り上げていく。組み合った。対角線に飛ばした。起こした。シュミット式で落としていった。ムーンサート。カウント 2.98。 これでも決まりません。腕を振りました。タイガー投げ捨て。肩口から落っこった。バックを取って、おっと外した。フロントキック。ものすごいグーだ。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。蹴っていった。ものすごいグーだ。いける。あっと返した。ブラッシュリングエルボー。頭を掴んで張り手。足を抱えた。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー。体を預ける。ロープブレイク。ロープブレイク。ガジェット組み合った。コーナーに振った。あとうまく切り返した。ウエスタンラリアックキュース。カウントは入る。ブロックした。そのまま耐え固め。カウント 2.89。 蹴り上げていく。グーの鉄拳制裁。キック。フロントキック。フロントキック。あとグーパンチ。蹴りをぶち込む。足を取った。ドラゴンスクリューで倒した。